安倍総理大臣は、自民党の仕事を始めで、第2対応した国の姿、理想の形を質化、と考え議論していくことが、私たちの歴的な使命だと述べ、憲法改正に向けた、論を加速させることに重ねて意欲を示し、した。この中で、安倍総理大臣は、年、無事に衆議院選挙を終えて、新年を、ことができたが、決して勝利に思う、ことなく、緊張感を持って、選挙を通じ、約束したことを一つ一つ実行していく子に全力を傾注していかないといけない、述べました。その上で安倍総理大は、自民党が1955年に、いわゆる、マモ合同で立党を出たことを踏まえ、両時代に作られ、憲法をはじめ、様々な仕組みを、安定した政治基盤の中で変るために合同したのであり、時代に対応した国の姿、理想の形をしっかりと考えにしていくことが、私たちの歴史的な使命。と述べ、憲法改正に向けた議論を加速することに重ねて意欲を示しました。そう、で安倍総理大臣は、今年の干支の日を引き合いに、目の前の出来事、右往左往することなく、未来への道筋を、悟るによって鍵分け、大きな声にかきけ、れがちな、声なき声にしっかりと耳を貸し、ながら進んでいきたいと呼びかけまし。